チ,チェン一採石の着モール像、メキシコ国立人類学博物館所蔵。着モールとは、古天気週末から5個天気にかけて、メソアメリカ全域において見られる、仰向けの状態で肘をつくような姿勢で上半身を起こして、顔を90度横へ向け、両手で腹部の上に皿や、蜂のような容器を抱えて、膝を折り曲げている人物像のことを言う。 チチェンイコールイッツアの戦士の神殿のもののほか、口述するように、メキシコ北西部から、ホンジュラス、エルサルバドルまで広い範囲の遺跡で確認されている。着モールは死んだ戦士を象徴し、神へ生けねえなどの供物を運ぶ存在と考えられていて、着モール像の上で人身獄の儀式が行われたり、着モールの持つ皿の上に取り出された心臓が、太陽への捧げ物として置かれたと言われる。 チチェンイコールイッツアの遺跡内の着モールの目には、翡翠が埋め込まれているが、その翡翠はどういうわけか、中国産のものであることも確認されており、古代史の謎の一つとなっている。オーガスタスイコールルイコールプロンジョンの肖像、アリスイコールルイコールプロンジョンの肖像着モールの、名称の由来は、オーガスタスイコールルイコールプロンジョンと、妻のアリスイコールルイコールプロンジョンが1875年に、 チチェンイコールイッツアの、ワシとジャガーの神殿を調査した際に発見した、彫像に、ユカテクマヤゴの、雷のように、素早い獣の足を意味するチャークモルと名付けて呼んだ、ことに由来する。プロンジョンは、チチェンイコールイッツアを、かつて支配したという強力な戦士である王子にちなんだ、名前であると1877年に刊行された、プロシーリングス・オブ・ザ・アメリカン・アンティック・ウェリアン。 ソサイティに召集された論文の中で述べている。プロンジョンによって着モール像が発見されると、床短州の州都であるメリノの街はお祭り騒ぎになった。1876年のアメリカ独立100周年、記念祭の際には、当時のメキシコ大統領の許可をもらって、フィラデルフィアに持ち込まれたという。後に、床テクマヤ語の古い用法に従って、ジャガーという意味の、 着モールに書き改められるようになって、現在の表記となっている。テノチティトラン、オーミワデン地区で発見された、着モール像、着モールは、イタルゴ州のトゥーラヒココティトランの他に、トロティカの多数の遺跡や、チチェンイコールイツアなどメキシコ中央高原を呼び、ユカタン半島で見られる他1980年代に、メキシコシティのアステカのトテノチティトランの中心部であった。 大ワ和殿地区でも発見された。アステカの着モール像は、天神トラロックの姿を模して、円筒形の耳飾りをつけている。トラロックに捧げられた、大ワ和殿の脇部分から出土した。イダルゴシュトゥーラでは、12体、チチェンイッツァでは、14体、そのうち1体はもともと、チチェンイッツァのものではなく、アステカ様式である。そしてメキシコシティの、 大宮殿地区では2体出土している。その他ベラクルス州のセンポアラやタラスカ王国領内であったミチュアカン州、例えばトツインツンツンの近隣にある岩イオ遺跡に3体、トラスカラ州、グアテマラにあるマヤ遺跡のキリグア、ホンジュラス中央部の連覇川中流域のシワタンなどからも発見されている。着モールの戦区を成すと思われる彫像は古典気候機に メキシコ中央高原の北方、サカテカス州やハリスコ州に起こったチャルチウィテス文化の遺跡に見られる。ハリスコ州のセロデル・ウィトルやウェフキリア・エルアルトでチャクモールの原型とも言うべき彫像が発見されている。このことから、チャクモールはメキシコ中央高原の北方起源であると考えられる。というのはメキシコ中央高原の重要遺跡と目されるテオキテワカンやショチカルコ、 カカシュトラには、着モールは全く見られず、マヤ地域でもそれは同様だからである。ただ、ボナンパック遺跡の壁画に捕虜として、仰向けに横たわった人物が描かれていることから、着モールの起源として説明されたことがあったが、現在では否定されている。ありがとうございます。